もっと小銃飛ばはる。さあ続いてのタンクトップ、お願いします。やっぱミラー強いね。さあ続いては、あ、なんかブランド名は書いてませんけど、あ、この牛裏のタグに書いてあるっていう。出た、はあ、我らがユニクロさんでございますよ。ユニクロさんは結構、まあまあ僕も何度か来たことありますけど、お久しぶりですっていう感じですかね、うん、こう言っちゃあれですけど、あー、いいんですよ、いいんですよ、わかるんですよ、わかるんですよ、うん、この海外でも通用するこの素材、海外進出もしてますし、なかなかこう、うん、このちょっと リブになってるというね、こうね、こう段差があるというか、うん、こうなんていうんですか、タンクトップから覗くこの鎖骨の感じを見てもらうと分かるんですけど、分かるでしょ、ね、これがね、なかなかこの、ね、このタンクトップのストラップ、肩のストラップの加減がやっぱこうちょっと詰めすぎなんですよね、今度。うん。やっぱタンクトップの良さって、なんかこう、もうちょっと気持ち空いてた方が、体が綺麗に見えるんですよ。これだったらもう T シャツでいいじゃないかな。うん。あとそうですね。やっぱり何回か洗ったらちょっとこの、うん、裾が弱くなるんじゃないかっていう、この、不安定さは残りますよね。いや、もうどれもね、こうやっぱ最初に来た時はすごくいいんですよ。じゃあ判定いきたいと思います。ユニクロ対、ミラー、ミラー、これもうミラーになっちゃうよ。いや、悪くないんですよ、悪くないんですけど、こうミラーのね、強いところはね、こう洗ってもこうクタクタになったところでまたクタクタの良さが出るんですよ、ミラーっていうのは。いや、ミラー信者はね、ほんといると思うんですよ、この YouTube の向こう側に。そうだそうだって言って、まあ、書き込んでくれてると思いますけど、いや、ミラー強いですね。さあ続いていきましょう。登録してください、登録してください、ぜひ登録してください。